彼がバッターボックスに入るとスコーリングボードに直接ヒット1本が記録されると言われている伝説の男。男の勝負はこの 18.44 メートルにある。これが野球だ。ボールがピッチャーの手から離れホームベースに届くまでたった 0.4 秒、バッターはわずかの 0.22 秒で球種を見極めなければならない。その瞬間がバットを振るタイミング。 0.18 秒後ボールが本塁に来る。刺激は目から入り卵嚢を経由し、反応時間の限界は 0.2 秒です。選手は 0.18 秒以内に修正と判断することはすでに人間の反応限界を超えています。子供の時はみんなと一緒だったんだけど、小学校6年で自分の能力を発揮して、それがこうボールがねはっきりこうわーってこう見えるようになったんですよ、すごい。自分でもわからない。今まで忘れられない天才選手だ。これは本当に人間のできることなのか、それとも彼は人間ではないだろうか。でも伝説のシュウさんが作った球場だと、シュウさんの作った野球場はとてもユニークな野球場ですよ。ここでは夕日の光は直接バッターの目に注ぎますよ。これは嬉しいことですね。ストライクアウト。俺もチャンスがあればこの球場立ってみたいな。やるからには一番だ。